いただきます。ごちそうさま。行ってきます。さようなら。おはよう、ケイちゃん。おはよう。よく眠れたかな、かな。おう、久しぶりに深く眠ったぞ。つきものが取れたみたいにな。準備はもう整ってます。
今、落としたよな。え？そう。それ、中に何が入ってるんだ？え？そのバッグのところから音がしたぞ。何言ってるの？音なんてしてないよ。ケイチ君の聞き間違いじゃない？じゃあ、中身見せてみろよ。ケイチ君、なんだか怖いよ。見せろって言ってんだろ。どうしちゃったんですか？レナさんが怖がってるじゃないですか。確かに音がしたんだよ。音なんてしてませんよ。どけよ、シオ。嫌です。ケイちゃん、おかしいですよ。そんな怖い顔して。何なんだよ、お前ら。開けろ。レナスペシャルかよ。だって、すごく大きな穴掘ったら、きっとお腹すくかなって。だったら、さっさと見せたらいいじゃないか。余計な冷や汗かいしまったよ。ごめんね、ケイチ君。いや、俺の方こそ、怒鳴ったりしてごめんな。行こう。
ここにしましょう。まるで墓標みたいだね。あの男にとってはそうですね。でも私たちにとっては金字塔かもしれませんね。掘ろうぜ。レナ、あのね、ちょうど去年の今頃ね、レナ、サトコちゃんとばったりゴミ山で会ったの。その時レナはすごく寂しくて心細くて一人で泣いてた。それをサトコちゃんに見られちゃった。笑って何でもないよって言ったんだけど、さとこちゃん心配そうな顔で泣き出したの。レナさんが泣くなら私も泣くってワンワン泣き出したの。泣きながらね、一人で泣くといつまでも涙が止まらないこと私も知ってますのよって。そんなさとこちゃん見てたら私、可愛くていじらしくて不思議と涙が止まったの。でね、なんだか嬉しい気分になってきて笑い出しちゃった。はじめはさとこちゃんきょとんとしてたんだけど、今度は私と一緒になって笑ってくれたの。二人であはははははって大声で、いつまでも飽きずにそのことを思い出しちゃって。さとこらしいですね。あの時もさとこちゃん、レナよりももっと苦しんでたのに。過去は過去、今は今。でもって未来のために俺たちはこうやって集まったんだろう。そうなんだよね。しーちゃん？今、誰かが、私の頭を撫でた気がしたんです。
私。私。ごめんなさい。ごめんなさい。シオン、どうしたんだ？シオン、私きっと殺される。お社様のたたりが、天罰が私に下るんです。それが私に用意されていた結末。もう変えることなんかできない。シオン、どうしたって言うんだ？お前は殺されない。殺されるのは鉄平なんだ。そうだよ。お社様のたたりがしーちゃんに怒るはずないんだよ。私はみんなが思ってるような人間じゃないんです。私はひどい、ひどいやつ。やめろよ、シオ。お前は罪人なんかじゃない。お前は正しいことをするんだ。だから、罪悪感を抱える必要なんかない。いいえ。私は、最低なんです、ずっと私。お姉よりもっとひどい。ひどいこと。何言ってるの、しーちゃん。私、本当はずっと、さとこが嫌いだった。いつもさとしくんにべったりで、甘えて頼って、さとしくんの愛情を一身に受けて、それが当たり前って顔で笑ってるさとこに、ずっと嫉妬してた。本当は私、さとこが羨ましかったんですね。さとこになれたら、いつだってさとしくんのそばにいられるから、さとしくんのことを好きになればなるほど、さとこへの憎しみがどんどん募って、抱えきれないくらい膨らんでいった。私、心の中で思っちゃったんです。もしも本当に、お社様がいるならば、さとこを不幸にしてくださいって。シオン、お前。やっぱり、お社様って、存在するのかな。だって、さとこの一番の不幸は、サトシ君がいなくなることなんだから。姿は見えなくとも、私たちのつぶやきを聞き逃さない。心の中まで見透かして、見逃さない。そうだよ。お社様は、いるんだよ。今も、私たちを見てる。
悪いが、俺はそんなオカルト趣味の存在なんか信じないぞ。俺はお前たちを信じたんだ。サトコをこの手で救い出す。もうそれしか頭の中にはないんだ。シオン。ケイちゃんのおかげで私、目が覚めました。私がサトコを救おうと思ったのは、サトシ君への罪滅ぼしのような思いからでした。でも、それは間違いだったと思います。私はサトコになりたかったんじゃない。サトシ君になりたかったんです。だから、私はサトシ君になって、サトコを救いたいと思ったんです。俺も同じだ。だから、俺はサトコを救い出さなくちゃいけないんだ。サトシのためにも。サトシを憎んだ分、俺は、勇気を振り絞ってやり遂げなきゃなんないんだ。こんなもんかな。結構掘ったな。
どうしよう。レナ、ぼーっとしちゃって。しょうがないな。下降りて取ってくる。そうですね。証拠を残すわけにはいきませんから。ケイチ君、ごめんね。気にすんなって。見つかった？どうしたんですか？顔が青く見えますけど。ケイチ君、ほら、レナの手に捕まって。Thank you.
そろそろ時間です。